ここはハードオフ碧南天だよ。あいにくの大雨だぜ。碧南天は愛知県碧南市にあるんだよ。店内に入ったら早速ジャンク PC が出迎えてくれたよ。これはサーバー用 PC だね。メモリーなしで動作未確認だぜ。ここは1階と2階両方にジャンク品が置いてあるんだよ。ここが1階なんだよ。2階は全てジャンクコーナーなんだよ。まずは1階から見ていくぜ。ここにノートパソコンが1台あったよ。これはレノボのノートパソコンだね。値段は2200円だね。CPU はアトムだぜ。 Windows XP が入っているね。こっちにはちょっといいやつがあったよ。値段は8800円だね。低電圧版の第4世代コア i5 だぜ。 U モデルだから CPU が乾燥できないタイプだね。こっちにもあったよ。これも8800円だよ。これも第4世代だがさっきのやつよりも性能がいいぜ。これなら CPU の乾燥もできるね。 Windows 8が入っているね。ラムの容量はさっきのやつより少ないね。しかし同じ金を出すなら断然こっちの方がいいぜ。 Core i7 に乾燥できるもんね。棚の一番上にもノートパソコンがあるね。これはアトムだから Windows 7は相当重いと思うぜ。ラムも 1GB しかないね。値段は5500円もするね。隣にもあるよ。これも5500円だぜ。これもさっきと似たようなスペックだね。Windows XP なら十分動くと思うよ。コンパクトなところがいいよね。ガラスケースにはレトロなゲーム機があるぜ。箱入りの古いゲームがあるね。このオレンジのやつはテレビゲーム15だね。値段は4400円だよ。画面は出るがやはり古いものだから不具合があるようだぜ。これでも4400円なら誰かが買っていくんじゃない？当時欲しくても買えなかった中年世代が買っていくかもね。捨てちゃった人も懐かしんで買っていくかもね。こっちにもあるぜ。これはブロック崩しかな？電源が入らないんだね。値段は3300円だね。修理できる人にとってはお宝だぜ。これは棚からはみ出しているね。値段は5500円だね。これは第4世代のセレロンだよ。これも OS 入りだぜ。ここのジャンク品は OS 入りが多いね。第4世代がジャンクっていうのも珍しいよね。今度は中古品を見ていくよ。早速でかいやつを見つけたぜ。これは3万3000円もするね。これは第4世代コア i7 だね。バイオス確認のみなんだね。バイオス確認のみで中古品にするのは珍しいぜ。普通はジャンク品になるよね。これが不具合で返品されればジャンク品になるよ。こっちには富士通のパソコンがあるね。これは第4世代のセレロンだぜ。このまま使うにはちょっと厳しいかな。ラムを増設して SSD に換装する必要があるね。こっちも8800円だよ。これは第2世代セレロンだぜ。ラムの容量は 2GB だね。さっきの第4世代の方がいいよね。同じお金を出すならさっきのやつの方がいいね。こっちも8800円だぜ。これは第4世代だよ。ラムの容量が 4GB あるね。同じ8800円でも性能は全然違うね。これは1万3200円だぜ。これは第1世代コア i5 だね。さっきの第4世代のセレロンの方がいいんじゃない？これはさすがに誰も買わないよね。第4世代のセレロンをコア i5 に換装した方がコスパがいいと思うぜ。隣にちょっといいやつがあったよ。これは1万9800円だね。第4世代コア i7 にラムが 16GB ついているね。買うならこっちを買っておいた方が絶対にいいぜ。さっきの1万3200円にお金を足してもこっちの方がいいね。こっちは1万6500円だね。これも第4世代だよ。第4世代コア i5 だぜ。さっきから第4世代がすごく多いね。第4世代だらけだね。こっちには CPU がたくさんあるよ。ここにも第4世代がたくさんあるぜ。これはコア i7-4770 だね。値段は9900円だね。隣も第4世代だよ。
4790K が14300円だぜ。すごい値段の差だね。値段もさほど性能の違いはないんじゃない？ベンチマークでは違いが出ても体感的には大差ないと思うよ。ベンチマークの数値だってビビたるもんだろう。オーバークロックがやりたいなら軽付きモデルだね。軽がないとオーバークロックができないもんね。今度は2階に上がってみるよ。2階は全てジャンクコーナーなんだぜ。壁南店はジャンクコーナーがすごく広いね。津島店も2階が全部ジャンクコーナーなんだよ。津島店は良心的な価格だったね。変わったものがあるぜ。これは一体何かな？ NTT？ 電話関係のものかな？無停電電源装置じゃないの？これはかなり重量があるんだぜ。これも5500円だね。2台とも動作未チェックだね。同じパソコンが2台並んでいるね。値段は5500円だぜ。これは第4世代コア i3 だね。ラムは 4GB だね。前回来た時よりも随分と値段が下がっているね。前回来た時はとんでもなく高かったんだぜ。こっちも第4世代だけどちょっと性能が下だね。ラムもハードディスクも容量が少ないね。同じ5500円で普通に動作するならこっちの方がいいよね。絶対にこっちの方がおすすめだぜ。両方とも OS がインストールしてあるから動作品だもんね。隣同士なのに値段が同じだね。見た目は全く同じだけどね。これは4400円だぜ。これは第2世代コア i5 だね。途中で電源が切れるという不具合があるんだね。電源の問題なのかメモリーかな？このパソコンは棚からはみ出しているぜ。誰かが引っ張ったんじゃないの？引っ張れば出るに決まってるよ。これも第4世代だね。値段はなんと550円なんだぜ。これはお買い得だから買っていこうよ。でも何も書いてないよ。これは単なるケースだったね。中身が空っぽだぜ。このケースが550円ならお買い得じゃない？動作すればお買い得だね。このあたりはみんなケースだね。このでかいのもケースのようだぜ。これも550円だね。外見はどうでもいいならこういうのもありだね。棚の上にはモニターがずらりと並んでいるよ。かなり高級なモニターがあるぜ。これはジャンクなのに16,500円もするね。映らないところがあるんじゃいらないよね。修理なんて不能だもんね。他は安物ばかりだぜ。今はこういうモニターも激安になったね。これなんて220円だね。普通に映るやつがこんな値段で買える時代になったね。安い店だと映るものが55円だったりするぜ。この箱にはジャンクのメモリーがあるね。 CPU も入っているね。親切にマジックで書いてあるね。 CPU の文字は目視ではわかりにくいんだぜ。ジャンク品の割には親切だね。包んであれば静電気防止にもなるよね。こっちにはグラボや電源があるね。このグラボは1100円だぜ。HDMI やディスプレイポートもあるね。青箱のグラボにしては物がいいね。こっちにはマザーボードがあるね。ちゃんと静電気防止袋に入っているぜ。これは LGA775 だね。これはメーカー製 PC のマザーボードかな。こういうのってわかりにくいんだよね。値段は550円だぜ。メーカー製 PC 用のものは何も書いてないからわかりにくいね。ソケットもよくわかんないね。こういうのには手を出すべきじゃないね。こっちにはレコードがあるぜ。この人はすごく有名だよね。とても有名な画伯だよね。天才画家だったんだよ。この人が YouTuber になれば一躍有名になっていたぜ。もうこの世にはいないけどね。それじゃあ次の動画は終了画面から見てね。ご視聴ありがとうございました。